ツをまとめました。出てきてすぐインフォメーションカウンターがあるので、ここでスゴアカードを買いたいと思います。駅員さんが優しかったので買ってもらっちゃったから入場します。オープン。OK。で、多分こっちのエスカレーターはなんか何もない、本当にラッキーボーイ。セバスティアンです。ということで。
じゃじゃーん。天気悪いけど大きいんだよこれが。ロープウェイとゴミで全部できてる。猫リンスイベリコかな。大きな橋が見えるけど、プロジェクションにくいかな。日本の国旗もありますよ。で、この辺のオブジェもあります。で、満足の。ちょっと近づいてきて、どんな。あれね、人の胴体だけが。追い重なってないんだよこれ。男性の女性のリスボンはこう石畳がすごい模様が綺麗だけど行きづらいです。小田釜ショッピングセンター。ディース、暑そうだよね。まあ、5時23分の電車に乗るところですが、ちょっと素敵な建造物なんですが、天気が悪くてあんまり。内側がさっき言ったショッピングセンターと猫ちゃんのマニュアルと、こっちがリスボンのバチー方面の電車来てるけど、ボロ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 もいいところ。ドアサビサビして、結構本当にこんな大きい駅なのにってぐらい、あちこちがこうなってだらけ。寒い。私たちはこれの次の電車、5時23分発のカーロ行きになります。これが今の5時。そこまでなのかな。ちょっとこれ車両数が少ないからか。 CP すごい。ボロボロじゃない、綺麗な電車が来た。距離ありそう。チケットその人に出せる。もし見せて、この女の人。
2両ぐらいしかないから座れるのかな。ホテルに着いたけど真っ暗すぎて撮らなかったです。危ないのでホテルの部屋からも今雨が降ってきちゃいました、ベランダを拾う。じゃーん、これがホテルっぽくないけど、でも入り口バラサイ。さっき雨降ってたけどお天気になりました。いい天気になってよかった。まず地図を見ないとどっち行ったらいいかわかんないね。あーでも綺麗だね、お花が咲いたりしてるよ。やっぱ外暑いね。暑い、限らないね。綺麗なお家が多いですよ。別荘なのかお家なのかわかんないね。こんな感じで行ってきます。11月だけど、こういう可愛い花が咲いて綺麗ですよ。こっちこっちで。ほら、お家の中にこんな綺麗なところが。こっちだ。可愛いチューリップとか咲いて、これまだまっすぐだね。庭箱が。本当だ。首輪してる？おはよう、パンコでーす。はい、この辺なんかカフェが、レストラン、なんだろうね。ここにもなんか、そうだ、あるね。あ、そう、こっち。右に曲がる。でもここが悪かったね。ここはどこだったね。ピザの持ち込み12時から。こっちの人泊まってくれるよね。ボーラーほどでは信用がないからなと思う。そうかも、ね、学校かな、ね、学校っぽい。こんにちは。とりあえずこのまま
っすぐ行って今度左に回るから、そこは結構いいでしょ。あれだ、違う。だって併設されてるはずなの。あ、やってないじゃん。あれなんだ。うん、チケットも買えないってこと。はい。お店はやりそうだ。あ、これ。あ、スイスプローン。あ、とても。ついた。ついて一周してみよう。この周りを。書いてあるから見てみよう。どう書いてある？着きました。今これから一周してみます。